い、どうも、僕です。ゆるしすです。ということでね、今回はヒーローアグロというデッキを作ってみました。こちらのデッキはですね、ヒーローカードによって能力が上がっていくモンスターを大量に入れて、ロトの血を引くもののレベルを上げて、高スタッツのアグロモンスターを出していこうというデッキとなっております。エビルアップルやワルボーが注目カードとなっていますので、そちらを使って活躍させていけたらいいなと思っております。それでは早速やっていきましょう。よし、やっていこう。先行。そしてカードは、ニーローマンとエビルアップル。あ、いいね。エビルアップル使ってみたかったんだよね。これはでかいぞ。さあ、とりあえず、ここは、ロトの血を引くもの。いや、ニーローマンか。相手が、高校だから、ニードルマンを置いて、ここに使わせよっかな。オッケー。まあ、最悪使ってこなくても、全然3ダメ与えられるんで、全然オッケーで、まあ、多分ね、ヒーローが8じゃない限りは、フェイスに打ってくることはないんで、まあ、そこ考えたら全然いいかな、この選択は。さあ、ソロか、オッケー。まあ、ソロなら、そうだね。攻撃されなかったんで、ここはロートの血を引くものを使おう。で、こっからよ。戦う。そしてそこでエビルアップルがゼロコスになっていく。これが強いんだよね。やばいね。さあ、そしてしっかりと3ダメも。ちょ、あれ？なんだこれ？なんだこの壁は？え、なにこれ？なんか謎の壁に阻まれてる。あー、びっくりした。オッケー、ターン終了で。なんだ今の？なんか今謎の壁に阻まれてなかった？え？なに今の？なんか いつもこう、ねえ、矢印、相手の、ねえ、ところまで行くのにさ、なんか謎の壁に阻まれてた。さあ、相手はプチマージ。まあ、でもこれはエビルアップルで倒せるね。そして相手こっちもヒーロースキル使ってきたんで、あ、おお、いいんじゃないの？王女救出でまずここを取っていき、そして再びのエビルアップル、これが強すぎ。いいね。そしてテンションアップもしつつ、ほら、なんか謎の壁に、ま、これでターン終了。いいね、5ダメ。やばい、強いぞこれ。アグロククールが強すぎる。で、これなぜククールで強いかというとね、ククール回復もできるから強いんだよね。まあ、攻撃ができないっていう部分において、劣るけども、まあ、言うほど変わんないしね。さあ、これも2ダメ与えて、無視しちゃっていいかな。さあ、割った棒を出して、2ダメ与えて、もう無視かな。OK。で、ターン終了。いいね。いいぞ。いいよ。強いぞ。さあ、しかも、プチファイターも速攻得るんで。さあ、プチヒーロー、いいよ。なかなかに良き。まあ、もしかしたら、これは、ね、ゼシカとかの方が強い可能性もあるね。一応、回復できるようにククールにしといたんだけど、まあ、一応僕、別にククール使いの、ね、自称はないんだけれども、ククールばっかり使ってるんで、一応このデッキはククールなんで。さあ、魔術師。なるほどね。今んとこ6ダメ分か。じゃあ、倒しとくか。いや、でも倒さなくていっか。別に放置しておいても勝手にやられてくれるんで。オッケー、パワースナー。王女救出で2ダメ。これでレベル3になるんで。そうだね。いいよ、王女救出していく。そして、まあ、王女救出ででも、攻撃できないのがこの、デッキの欠点なんだけど、まあ、とりあえずここは攻撃して、プチヒーローとプチファイターかな？それでいいかな？まあ、最悪ね、ただ王女の愛を活躍させることができるように、あれ、グランドクロス入れてるんで、それが結構でかいと思う。とりあえず、プチヒーローを置いて、プチファイターを置いて、で、このプチファイターで2ダメ与えて、オッケー。いいね。さあ、これで、パワースナもあるんで、ほぼほぼ勝ちかな。エビルアップルとプチファイターとプチヒーロー、ここら辺が1体でも生き残った状態でここが空いていれば、さあ、マリベル、しかし後ろに置いていく。ウォールは張んないのか。っていうことは、イオナズンあたり持ってる可能性があるのが怖い。あと、いや、でもイオナズンくらいしか。なるほどね。いや、ただ、そうだよね。まず2体だし、だから、ここだな。ここがどういう動きをしてくるかにもよる。
ここ2体やられてもまあここ取れるしって感じで、そうだね、そうそうなことない限り OK。 対戦ありがとうございました。